いろいろと辛さを軽減するものを用意しておきました。じゃあ伊藤くんお願いします。こちら売店伊藤です。売店伊藤水1000円たかーヨーグルト2000円水、ヨーグルト、練乳、ラッシーラッシー高すぎるよこれあとですね、ガツンとみかんも江頭さんありますよ。ガツンとみかん、はい、1本1000円一箱買うとお得な4800円になってます。4800円、かっけじゃあガツンとみかん1000円でいいよお願いしますじゃあはい1万円からあげますなんなんだよこいつ。一応今回の利益は伊藤くんの小遣いになるそうなんです。マジかありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。おバイク伊藤です。お願いします。何者これどういうこと。前回稼がしていただいたお金で、うん、ちょっと雇わせていただきました。おいふざけんじゃねえよ俺の金。ちょっと値上げしてない。ちょっと待って値上げしてるよ。10倍なのでそれくらい出してくれるかな。ちょっと待ってくれよ、ぼったくりじゃねえかよ。バイト雇ってるからその分高くしてる。おい、はい、バイト代はどうせで新しいメニューもあります、はい、あ、モスシェイクコーヒーこれいいね。これは飲みたいな飲みたい。昔はさ、うん、4つください。いや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 、ちょっと待ってくれよマジでちょっとお願いします。おい待ってくれよ。いやこれ飲みましょう、これ絶対うまいっすよ今飲んだらお前ら。じゃあ4つください。マイクありがとうございます。1万だけ。俺なくなっちゃうよいい商売だな。2万円お預かりいたします。これ飲んだら最高ですね。豚汁、豚汁あったかい、コーヒーもあるよ。あれ豚汁、豚汁あったかい、コーヒーもあるよ。あいつ何やってんだよなんかいる。あれあれいとお前何やってんだよ今ワカサギ釣りが大盛期で出稼ぎに来ました。ちょっと待って豚汁1500円にコーヒー1000円ってどういうぼったくりなんだよ足元見てんな完全に足元見られてますね。 あと何、はい、ワカサギ1万円ワカサギ1万円で売ってるの今釣れてますか。いや釣れてないけど一匹も釣れてない。欲しくなりますよねそうなるとワカサギいるのそこに。いやワカサギ絶対釣ってやるよこっちで。ワカサギは自力で豚汁とコーヒーはいい。豚汁今食ったらめちゃくちゃうまいんじゃないですか。何を俺に言ってんのよ。エル、たまにはお前自分で払えよ。何をお前も見てんだよ。いやちょっとやっぱ朝早くて寒くて。お前も？はい。はい。豚汁。はい。四つください。わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。6000円になります。完全にぼったくりだよ。もうかじかんで金が出せないよ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。この声え伊藤すげえ伊藤の声でしたね。伊藤の声だったよね。バイテン伊藤です。おー！
なんで広島で激辛つけ麺やるって聞いて僕いないとダメかなと思いまして、しかもカープの広島来る前にちょっと広島満喫してないでちょっと満喫してはしゃいでるなガツン飛び感あるね。おお。でもちょっと待って、この間より高くなったんですね。なんかガツン飛び感。お前また足元見てるな。広島まで遠征代としてちょっと。遠征代。足代。広島レモンサイダー500円。美味しそう。はい。名物なんだ。はい。広島の名物です。もみじ饅頭もありますよ。もみじ饅頭。さっき食ってきたよ。ガツンとみかん、はい、1箱ありがとうございます。よっしゃ、ピカイチャさん、1箱6500円です。おーい、高くなってる。じゃあ1万円から、はい、ありがとうございます。3500円です。はい、ありがとう。普通になってこちらになります。うわー、これこれ、よっしゃー。だよ、まあ、このまんまじゃ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あれ、あれって伊藤じゃねえかよ。誰か言ってますよ。なんか聞きづらいですか。どうですか。多分、いらっしゃいさんとグリーフ団の最近不器用なんで。うるせえよ。うるせえよ。でもちょっと絶対お助けが必要かなと思いまして、ちょっと達人を連れてきました。達人。おっかいさん。どっから来たの？鹿児島から来ました。わざわざ？ちなみにこれを落とそうと。ちょっと待ってください。ちょっとこっちの方が。なんだよ。こっちがかかってきちゃうんですけど。こっちがかかってきちゃう。いくらなの？ちなみに。一回プレイで1000円。高すぎねえか。一回取れたら安いです。お前自分のお金じゃないから言ってんだよ。でアドバイスが、一応300円。300円。人アドバイス300円。人アドバイス300円です。一回アドバイスもらおうか。じゃあ一回アドバイス、はい、300円です。お前何で言うんだよ。はい、全然サイズ合ってないんで。